Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, la suite de Final Fantasy XIV. Aujourd'hui nous allons donc réunir les pièces pour construire un Talos géant, pour rejoindre l'îlot entre ciel et terre, et enfin pouvoir faire la fête à ce purgateur que nous pourchassons depuis l'épisode précédent. Je vais vous laisser profiter de la vidéo tranquillement, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez, et je vous dirai à bientôt. Allez, salut, bye bye! 飛行可能なアマロを借りることはできるが、何の訓練もなしに積み食いと戦うのはいかにも分が悪い。ユールモアの飛空艇にしても輸送用だから戦いには不向きだ。シドがいてくれたら改造という手もあったのだろうが。 なんだか大変そうだわ。お山が地面に戻ってくれればいいのにね。おい、邪魔しちゃダメだろう。私たちは昇降機を稼働させた記念に乗ってきただけの一般人。もう十分堪能したし、そろそろ下に。ご婦人の意見、ありかもしれないわ。 当然だけど、山が戻ってくれることはないでしょう。でも、山と地上を再度つなげることなら可能じゃないかしら。例えば、そうね、とてつもなく巨大で頑丈なタロースを作って山に取り付いてもらうとか。とても斬新な案です。タロースの形状を工夫すれば、 その体を伝って、飛ばずともぐるぐ火山に突入できる。そんなの無理だ。あの山に届くタロースだなんて前代未聞の大きさではないか。組み立ては超難解。設計だけでもどれだけ。いや、取り付くだけという単純な動作しか仕込まないなら、 とにかく構造の維持を優先させればいいだけか。長距離の移動も念頭に置かず、基本的に設置させておくなら問題の組み立ても材料もだいぶ簡略に。おいやいやいや、何にせよ作業にあたって多くの人手が必要になる。下で手伝っていた連中を呼んできたとしても 途方もない時間がかかるぞ。へえ、問題は人手だけなんだ。どんな人が必要か言ってみなさいよ。それはその、まずタロースの体となる石材を用意するものだ。石材は外から運んでくるのでなく、 グルグ火山周辺の岩山をひたすら切り崩しておけばいい。作業としては単純だが、とにかく人数がいる。それならアムアレーンの鉱山から採掘師たちを集めてこよう。幸い当てがある。そっちがアンバーヒルを回ってくれるなら、私はモルドスークに行くわ。 きっと力を貸してもらえると思う。では私はコルシア島の各地を訪ねてみよう。力自慢の漁師や大工はもちろん、ユールモアに集う多彩な人々にも活躍の場がありそうだ。必要な人はそれだけですか？当然、軌道に際して魔力を注ぐ者もいる。これもかなりの人数を揃えなければならないぞ。夜の民には魔法に覚えがある子が大勢いるわ。行って声をかけてきましょう。魔法ならば妖精たちも得意としますが、いたずらをせず人と同調して作業するというのは彼らに。しかれば私は
クリスタリウムに向かい人材を募っていきたいと思いますが、よろしい？ああ、もちろんだ。アマルやチョコボも自由に活用してくれ。待て待て待て、ユールモアやクリスタリウムの民だけじゃなく、夜の民にモルド族、あのさ、まさかそんな、ノルブラントに住む人のほとんど全てではないか。それほどの縁を持つなんて、お前たちは一体何者なんだ。世界を救う？そんなことが本気で？ではミスターチャイ、あなたはタロースの設計を進めておいてくださるかしら。頼むわよ、ダイダロス社の跡取りさん。必ず皆さんをお連れしますね。行ってきます。さて、そうなると私たちは設計の補佐ということになりそうだな。
うして。すまない、寝ぼけていたようだ。どうも体に力が入らなくなってね。少し風に当たって休もうとしたのだが、眠っ。前にも話したことがあったと思うが、私はクリスタルタワーから離れると体調を崩すのだ。いや、これは体調と言っていいものか。私はすでに人の身ではないのだから。まだクリスタリウムの町もなかった頃、この世界を救う方法を考えていた私は、どうあれ長い時間がかかると結論付けた。そこで自身を塔の一部にすることで果てない命を得たのだ。今の私は塔の端末でしかない。だから遠く離れていると不調をきたすというわけだ。ここまでとても長かった。だがあなた方のおかげで終わりは近い。やっと。タロースの準備はつつがなく進んでいるだろうか。そうか、最後の休憩なのだな。それならよければ少し話さないか。あなたはこの戦いが終わったらどうする？何かやりたいことは？確かに第八霊祭の可能性を排除しても、その戦争自体が止まるわけではないからな。しかし全く淀みなく断言するとは、こういう人を英雄と呼ぶのだと何度でも思うよ。きっとどんな未来を選んでもあなたなら平気だろう。道を開くだけの強さを持っているし、あなたに助けられた人たちが大勢いる。彼らは決してそのことを忘れない。あなたが困難を前にして己の行いを無価値に感じた時には、彼らが声を上げるだろう。嬉しく。それらはいつかつながってあなたの歩んだ道を肯定する。これが終わったら、そうだな。以前私には救いたい人がいると言っただろう。あの人は今も生きているが、とても特別な事情があって私は彼と正面から向き合えない。それは仕方がないことだと理解しているがね。あの人は私にとって一番憧れの英雄なんだ。あちらが旅の話をしてくれたら、私もノルブラントを救うまでの話をしよう。私もそれなりに尽力したつもりだが、なんといっても最終的に活躍したのはあなただ。そして
あの人に次の旅についての計画を聞く。そこに私も加わることになっていたら、大地をかけて海を渡り、時には悠久の風に乗って空へ。さて、何はともあれ最後の決戦に勝たなくては。必ず全てを成し遂げてみせる。この手に託されてきた人々の願いを叶えるために。希望を抱いて私を目覚めさせた彼らのためにも。ありがとう。話せて楽しかった。アミティに戻るとしよう。